場から稽古場まで全員で走ります。朝の練習はいつも掃除から。福岡市の中村学園女子剣道部、団体戦インターハイ4連覇中の強豪です。今年3月には全国選抜大会も制し、1年越しのインターハイ5連覇を目指しています。やっぱり少しずつではありますけども、今までの先輩たちの頑張りといいますか、そういうところの伝統という力が採用しているのかなと。あとはもうその限られた中で何をやるかというのが大事だと思いますけどね。新型コロナの影響で練習時間は短くなり、授業もオンラインになりました。なんか喋れないかな。眠たくなります。本当ですか？キャプテンの松永ジュノンさん、中村学園ではキャプテンが大将も務めます。どんなキャプテンかなと思って。ああ、やばい。頼りになる。お前そっちになる。学校生活でポンコツ。最初のやっぱり入りからですね、練習をしっかりやることと声を出して気のあふれる稽古やってくださいね。地区大会が2日後に迫る中、キャプテンの松永さんは左手を痛めていました。痛い？できそうにない？いや、できます。自分で決めろ。どうする？どうする？やらないです。ああ、それでいい。本番に備え、この日は練習を途中で切り上げました。ちょっとめっちゃ痛いけど、一個目の先輩たちが出れなかった分まで。お前をタイムして戦わなきゃいけないと思ったし、絶対去年の先輩たちのためにもう勝つって思って毎日練習した。県大会1週間前、取ろうか。痛くない？痛くない。全然痛くない。はい。このままでいいんじゃない？痛む。地区大会。団体戦は優勝をつかんだものの、松永さんの左手は竹刀も握れないほど痛みが強くなっていました。この時期に外すもんではないんですか？はい。外さないですね。外さないです。100%。先生の立場としてもちょっと辛いんじゃないですか？辛いんですけど、説得してもダメなんですよね。絶対聞いてくれない。固定で安静を取れる時間があれば、ある程度のところまでは絶対持っていけるはずなんです。ただもうちょっと時間が足りない。何度も言ってる。ちょっと時間が足りないんです。できるだけ安静を保って。で、練習前後は、練習後は絶対アイシングかけて。はい。今日は練習しない。今日までやっていいですか？痛い痛い。
ぱ試合前に怪我したからすごい申し訳ないなっていう気持ちが一番大きかったです。今は我慢時だからって言ってくれてすっごい励ましてもらったから、次はもう県大会ではみんなに頼った分自分が次はやってやろうっていう気持ちが大きいです。県大会前日、卒業生たちがオンラインで集まってくれました。姉妹の絆が合言葉の剣道部、インターハイの中止で叶えられなかった夢を後輩へ託します。最後の最後までこう一瞬も油断したり諦めたりせずに一つ一つ全力で戦うって気持ちで、挑戦者の気持ちを忘れずに頑張ってください。応援してます。効果が残らないように気を締めてやってくる。は1回戦から圧巻の強さを披露、難なく準決勝進出を決めます。しかしクリア、もうしんどかった、痛かった。迎えた準決勝、試合はリードした状態で松永さんの大将戦へ。この日初めての一本を許し同点に。このまま決着がつかず試合は代表戦へ。松永、大将。大将。大将戦で打たれて負けるって危機感が出てきて、命一回落としてる、一回死に立つ、蘇れよ。もう一回死んだから松永一回救ってくれたんだから松永。決勝の相手は全国選抜大会の決勝でも対戦した筑紫大。地方戦、3年生の寺坂さんが一本を取られると、リードを許したまま大将の松永さんに全てが託されます。上で応援してくれてる仲間のみんなとか、この前ズームしていただいた先輩たちのことを
思うとやるしかないって。この一本で同点。しのぎました。まだまだ神様が少し味方してくれてるから、努力してない人には味方してくれないように見放されちゃう。わかった。はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとう。もう撮った瞬間はもう涙が出て、もう本当に嬉しくて、でやっぱ石川インターハイにみんなで行けると思ったら、なんか涙も出てきて嬉しかった。本当に嬉しかったです。すごいですね。やっぱ何するか分かんないでしょ。子供たちは僕らの常識を超えてくれるところが、まあ指導してて楽しいところはあるんですけどね。僕らも、うん、もうこれはもう僕の企画外ですよ。外出てますもん。土壇場で試合をひっくり返し、悲願のインターハイ出場を決めた中村学園女子剣道部。次は8月。先輩たちの思いも胸に、史上初のインターハイ5連覇に挑みます。みんな一人ずつつないできてくれたから自分があると思うので、ここで予選の課題が出たと思うから、インターハイに向けて全員でまた一枚岩となって必死で練習してきます。